おはようございます。時事要蔵です。時事要蔵的な日々の世界、白内障両目ですね、両目の2回目の検査ということで投稿します。2023年8月17日木曜日です。昨日ですね、8月16日の水曜日にですね、近くの眼科経クリニックの方にですね、白内障の手術のためのですね、検査2回目に行ってきました。予約時間がですね、昨日は13時30分ということで行きました。家をですね、眼科経営クリニックさんとはですね、結構近くでですね、混む時はものすごく混みます。昨日はですね、13時半ということで、13時に出ましたら、着いたのがですね、15分ぐらいで結構早く着きました。着きましてですね、眼科に入りましたら、まだ受付のところがですね、ちょっと窓口があるんですけど、シャッターがこう閉まっておりました。シャッターで受付ができませんでした。だから一応行ってみましたらですね、順番取りの順番を変えたですね、1番から 10番ぐらいまでしかなかった感じなんですけど、それがありまして、私が6番目でした。私は、13時半に予約してますけど、一応番号を取ってくれということで書いてありましたから、番号を取ってですね、15分ぐらい待っておりましたらですね、5分ぐらい前からその窓のですね、シャッターですね、シャッターがぐんぐんと上がりまして、受付が始まりました。で、受付の方はですね、通常は1番からですから、1番の方どうぞということで順番に呼ばれたんですけど、私は6番だったんですけどね、なかなか途中の方が呼ばれてもいらっしゃらない人が半分ぐらいいらっしゃいましたね。なんでかちょっと私もわからないんですけど、そこの番号が1番から、先ほど言いました10番ぐらいありましたからですね、私が6番目だったんですからね。なぜそれを、1番2番3番ずっと間の人が受付で呼ばれても来られませんからですね、どういうことかちょっと私は分からなかったんですけどね、そういうことで13時半からですね、検査がスタートということで、私の場合はですね、13時半に予約してましたから、もう13時半になった、ちょっと待っとったら呼ばれました。して今回の1回目のですね、検査の時は担当者がですね、ちょこちょこっと、看護師さんなんですかね、眼科だからそう言っていいかどうか分かりませんけど、1回目の時はいろいろ検査が結構たくさんありました。で、担当者がちょっと専門の知識が必要なんでしょうねと変わられたんですけど、今回はですね、一人の方がほぼずっとされました。時間的にはですね、看護師の方はですね、ちょっと時間かかりますよと言われましたけど、私の感覚からすればですね、そんなにかかりませんでした。1回目が結構長かったですからね、2回目だからそんなかかりませんでした。内容としましてはですね、その前にちょっと受付でですね、第1回目に行った時もですね、このマイナンバーのですね、マイナンバーだけではダメですからね、これにマイナンバーに保険証が機能がついたマイナンバーですからね、これで1回目しましたからですね、最初行った時、昨日もですね、同じようにこれで受け付けました。これは月始めの受付がですね、例えばこちらの保険証だったら、こちらでずっと継続されたらいいと思います。そういうところで私はこの名前が入っています、マイナンバーのですね、保険証の機能がついたマイナンバーで受付したということです。そういうところで話は戻りますけどですね、検査内容としてはですね、大体一緒のような検査でですね、ですね、角膜曲率というですね、角膜光がこうどうなるか、そういうちょっと私も詳しくは分かりません。
と矯正視力検査、これも前回ありました。今回はですね、画面があって遠くのを見てですね、こう、まあ、こういう感じで右とか左とか言うんですけど、それじゃなくてですね、目の前にですね、紙をですね、まあ、なんか長さを測ってらっしゃい、その都度目とその、視力用の測られるんですけどね、ちょっとせからしいんですけどね、まあ、画面の方が良かったんですけどね、まず目の前ですそれを、左右ですから結構されました。それとですね、その画面じゃなくて紙だからですね、まあ、私はですね最近記憶力が落ちてきてますからですね、なかなか覚えきらないんですけど、ちょっと記憶力のいい人はですね、紙だからもうそこが変わるわけじゃないんですか、ないからですね、覚えるんですよね、裏表がありますからね。私も、記憶力あんまり良くないんですけどね、覚えて結構覚えますからね。そう、視力検査の時普通は見えませんって言うんですけどね、まあ、最初は見えませんと言ってましたけど、後で覚えてませんって言ってました。まあ看護師の人は、まあ、そこの、その見えませんとですね、覚えてませんのそこは分かられないとは思うんですけどね、それをしょっちゅうしよったらもう覚えるんですよね。だから、まあ、最初は分かりませんって言っておりましたけど、後でですね、しましてですね、そういう、矯正視力検査ですね、それと角膜内皮膚細胞顕微検査ですね、ちょっと難しいですね、そして精密眼圧ですね、これは前回もありました。それと精密眼筋及び、これはちょっと漢字が読めませんからですね、幅をこう見るような感じですね。それとよく出てきますスリット M というのが出てきます。まあこれだけだったです。前回の見たらこれの3倍ぐらいありましたからですね、短時間で済みました。まあ、そしてまあ最後ということはないんですけど、その検査の後ですね、看護師の方とちょっと話をされました。まあ、それとですね、私がですね、この眼科経クリニックのですね、ここ専用の袋があります。これはですね、帰る時ですね、持ってきてくれとかちょっと言われなかったから、昨日は持って行っておりませんでした。そしたらこれがあった方、これを持ってきてくださいということで言われましたから、次回からですね持ってきたいと思います。まあ1回目の時ですね、この袋は必ず持ってきてくださいと言われるんだったら私は持っていきます。でもそれは言われませんでしたから、まあ子供の言い訳みたいにしてもいけませんからですね、まあ、これやられたから、まあ、持っていくんだという感じは思ったんですけどね、もう荷物になりますからね、まあ、一つ荷物を持ってまたこれを二つ荷物を持ってありますから、まあ、だからこれは家に置いとってですね、中の大事な書類は持っていきました。まあ、そういうところでまあ、ここの眼科に行かれるときはこの袋ですね、書類の結構この袋をいただけますから、これを持って行かれた方がいいと思います。まあ、そういうことで話は飛び飛びになりましたけどですね、一応検査済みましてですね、済みましてこういうですね、説明書いたのがあります。これを見ながらちょっと説明をしていただきました。まあ、この中にですね、私が今回両目手術を受けるのはですね、単焦点眼内レンズですね、健康保険の分ですね、この中で近くと遠くと近くにこのピントを合わせるというのがあります。その中で私は近くということで希望してました。まあ、その中でもですね、この近くにピントを合わせた場合でもですね、今までよりですね、近くがより見えるですね、方法があると、そういうのができるということを言われました。まあ、ちょっと私が
その3回ぐらいちょっと繰り返し聞いたんですけど、まあ私のこの眼科における知識不足だと思います。最終的に、ね、理解できませんでした。残念ながら理解できませんでした。だから今度ですね、あの手術前の説明書があります。まあその時はですね、カグチドレミといきますから、その時再度ですね、また説明されると思いますから、その時ちょっと詳しく聞きたいと思います。まあこの時事流動が分からなくてもですが理解できると思います。まあそういうところでですね、説明によるとですね、まあこの近くにピントを合わせた場合でもですね、よりこう近くがですね、今までより見えるようにできるということを言われました。まあその辺がですね、白内障手術すれば、まあ今まであんまり見えにくかったのが見えやすくなるとはと、まあ私の個人的な考えで思いますけど、その看護師方はですね、この中でももっと見えるようにすることができるということを言われました。今回2回目に行ったですね、検査の時でちょっとわからなかったところがその点です。だから今回ですね、もうちょっとしたら手術前のですね、説明会に行きますからね、その時は同行者と一緒で聞いてくれということになってますから、2人で行きますから、その時再度詳しく聞きたいと思います。まあそういうことでですね、時事雄三のですね、白内障のですね、私は両目ですからね、両目の手術のだんだん近づいてきているということですね。まあ手術はですね、来月します。来月も日にちは決まってます。ただ時間がまだちょっと先生の都合で決まっておりません。両目ですからね。まあそういうことで今回はですね、時事雄三がですね、白内障の両目をですね、一緒に手術するということで投稿しています。そして私の場合は日帰りです。私が行く眼科系クリニックは日帰りの眼科の病院ですから、日帰り医ができません。まあそういうところでですね、今回は2回目のですね、検査を簡単にちょっと投稿しました。まあそれを含めてですね、来週はちょっといろいろ込み、手術前説明ということで込み入ったですね、まあ説明がこう聞いたのをまた投稿したいと思います。それはちょっと1回で済まなければ2回3回に分けていきたいと思います。まあそれにはちょっと金額とかですね、そういう支払いとかがかかってきますからね。まあそういうところで今回はですね、2回目の検査というところで終わります。最後まで聞いていただいた方は誠にありがとうございます。それとですね、今ですね、チャンネル登録者が前回1000人に行ったんですけど、それがズダズダっとちょっとまだ落ちておりますからね、できましたらですね、チャンネル登録の方もですね、協力をよろしくお願いします。そういうことで、白内障のですね、両目手術のですね、2回目の検査をということで終了させていただきます。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。これで終わります。ありがとう。